串川バスターミナル串川バスターミナルは沖縄県うるま市あざた場にあるバスターミナルである。琉球バス交通が使用しており自動車ターミナル法では専用バスターミナルに分類される。バスターミナルの名称の由来は2005年4月1日の合併でうるま市が誕生する以前は所在地の住所が串川市になっていたからである。また、 2006年9月1日に22番、子供の国宮里線が開設された際、牛川バスターミナルの裏を一旦通り過ぎ、アギナを経由してから、牛川バスターミナルへ入るルートとなったため、バスターミナル裏の方に、牛川バスターミナル入り口バス停が設置された線が使用している。やけなバスターミナルへ向かう沖縄バス運行の各系統は、東バスターミナルの前を通過するが立ち寄らない。 バス車内では、アゲナバス停での乗り換えを案内しているが、串川バスターミナルの資金に、前原高校前バス停があり、ここでも乗り換えが可能である。すべて琉球バス交通の運行。串川バスターミナル西田城串川バスターミナル、中濃正門前ハット AB 沖縄総合事務局、陸運事務所、平成26年版運輸要欄、P157。ありがとうございます。